さんこんにちは。今回も急にこんな短い動画出してごめんなさい。もう短い動画の時は大概何かの訂正だと思ってください。前回の動画で言っていた生放送の告知なんですけど、7月の2日は月曜日、月曜日は私遊びに行きますので、生放送はありません。7月3日の火曜日の夜9時半あたりから生放送をしたいと思ってますので遊びに来てください。ただそれだけです。まあでもただそれだけだとなんか申し訳ないので、今日は最近買いましたツミプラを紹介したいと思います。まあどうでもいい話かもしれないんですけど、あと別にこうすぐ作るわけでもないんですけど、これを買っちゃいました。じゃーん、みのりウィズホンダ F90。 はい、この絵柄がとっても好きすぎて買っちゃいました。山下俊也さんのデザインですね。あとはこの夜間とこの水筒が小道具としてどうしても欲しくて、開けてみます。かわいいでしょ。お尻がキュート。じゃじゃーん。じゃあみのりちゃん、はい、こんな、これプラですね、フィギュアですけどレジンではありません。こういう前のあのシェリルノームの時に近いキットです。おお、このオーバーオール型もあるし、この何ですかスポブラ型もあってかわいい。これ間違いなくスポブラ作りますよね皆さん。もう絶対スポブラっしょ。かわいいですねこれ。これ作りたい。でもまだこの子がいるから、これ終わったらこれ作って、あとシェリルノームも塗って、このフィギュア軍団をちょっとこう終わらせようかな。この途中経過のカオルちゃんもまだですね。あれどこ行ったかな、カオルちゃんのボディがない。カオルちゃんがいない。転がってました。この子も途中なんで一気に作って、年内にはこれも完成させたい。やることがいっぱいです。それじゃあ皆さん火曜日の夜に会いましょう。バイバーイ。